大正12年9月1日午前11時58分、相模湾を震源とするマグニチュード 7.9 の大地震が東京をはじめ関東全域を襲いました。このフィルムには日本の近代史上最大といわれる大災害の惨状と救護活動や復旧活動の様子が刻み込まれています。はじめは緩やかな微動だった地震は次第に振幅を増して、一般の木造家屋はもちろん鉄筋や石造建築物の破損、倒壊をもたらしました。そして被害を特に大きくしたのは、地震直後に各地で次々と起こった火災と火災旋風でした。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。レポーターの本山由里です。ご覧いただいた映像は中央区教育委員会の編集による今から100年前に起きた関東大震災の様子を収めている貴重な映像の冒頭部分です。今回の番組ではこの貴重な映像をご覧いただくとともに、大きく変貌を遂げた街の中で100年前の様子を今に伝える文化財を見ていきます。築地本願寺の保管庫でおよそ20年前に発見された映画フィルム、そこには関東大震災発災直後に本願寺の映画不況班が撮影した被災・救護状況が収められていました。中央区教育委員会は劣化したフィルムの復元と合わせて撮影場所の特定調査を実施、当時の人々の様子を知るとともに災害への備えを学ぶための礎となる貴重な映像資料としてよみがえらせました。建物の耐震化により強固な街づくりや整備が進んだ現在、100年という長い時間が経過しているということもあり、災害の爪痕は見当たりませんし、当時の様子を聞くことは今となっては難しい状況です。そのような中で震災直後の凄まじい被害の様子を刻み、後世へと静かに伝え続けているのがこちらの大きな石碑、関東大震災避難記念碑です。この石碑は区民有形文化財に登録されています。詳しくは映像の編集にも携わっている図書文化財課の増山さんにお話を伺いましたので、こちらをご覧ください。この石碑はですね、新大橋の中央区側のたもとに立っております。関東大震災から10年目、つまり昭和8年の時期に記念して建てたものなんです。まさに避難記念という大事が証明するようにですね、ここの新大橋に避難してきた方が、この新大橋は我々の命を助けた、そして関東大震災というのがどれだけ凄まじい災害だったのかというのを後世の人々に伝えようという目的で石碑を建立したと。表面にはですね、おおむね560字ぐらいでしょうか、連綿と災害の凄まじさ、そして自分たちが命を救われた新大橋について書かれています。一説にはですね、燃えに燃えくる紅蓮の炎の中、新大橋に我々は逃げてきたと、そこで
近くにあった水天宮、それから小網神社、立花神社の御神体も避難された。そしてその御霊城に伏し、そして拝み、神女、つまり神様の助けを何とか請おうということで熱湯したというんですね。この歴史をですね、延々と伝えていこうという、そういう思いが伝わってくる石碑かと思います。江戸時代から水運の町として栄えてきた中央区、人々の生活に欠かせない存在となっていた橋は、関東大震災の頃にはまだ木造が主流だったため、火災により焼失し、多くの方が逃げ場を失うこととなります。その様子は石碑にも刻まれていますが、唯一焼け落ちなかったのがこの新大橋です。ただし、多くの人々の命を救った人助け橋と言われたのは、このレリーフに描かれている先代の橋で、明治45年に竣工した後世のトラス橋。橋の中央に設置されたこのレリーフは、人助け橋として震災を乗り越えた功績をたたえて設置されたのだそうです。火災は9月3日の朝までの日昼夜42時間燃え続けました。当時東京は15の区に分かれていましたが、町の数1479のうち、焼失したのは一部焼失も含めて1005に達し、焼失面積は 43.5% に及びました。日本橋区と京橋区に分かれていた中央区の焼失面積は、日本橋区で 100%、 京橋区で 88.7% と、東京市内で最も広い範囲にわたりました。関東大震災は地震の影響による建物の倒壊被害はさることながら、発生が昼間とあって昼食などの準備が火災につながり、被害を拡大させたという話が語り継がれています。地震計の精度向上など、さまざまな技術の進歩が見られる今日でも、地震の予測は未だ難しいとされています。備えあれば憂いなしという言葉の通り、日頃から災害の備えをしておくことが大切です。関東大震災の悲惨な教訓を後世の人々に伝えようと建立されたのが、こちらの関東大震災10周年記念塔です。この像を制作したのは、長崎の平和記念像で有名な北村聖望さんという彫刻家の方です。震災10周年目で災害の状況を皆さんに伝えたいということで、震災の復興記念会というのが結成されまして、銅像を建てようということになりまして、帝国美術院美術展覧会、そこに出品していた灯台という作品、この作品を震災10周年記念塔に据え置きまして、台座のところにはですね、不意の地震に不断の用意というような標語も掲げて、何か日常的な中にも災害がいつ起こるかわからない、そんな中を我々が生きている、だからこそしっかりと準備をしておくんだと、北村さんのそんな思いがこの塔の中に込められているかというふうに思っております。震災予防調査会報告によれば、被害は死者99,331人、行方不明者43,476人、負傷者103,733人、全壊家屋128,266戸、焼失家屋447,128戸に及びました。続いて私は茅場町の新亀島橋のたもとにある新亀島橋南西児童遊園にやってきました。こちらには2つの石碑が並んでいます。
大きい方が大震火災遭難者追悼碑、その隣にあるのが戦災遭難死者慰霊碑になります。関東大震災では大地震によって多くの家屋が倒壊、そこから火災が発生し多くの方の生命と財産が奪われました。そのような大災害の後には残された人々が元の生活を取り戻すために必死になって復興を目指します。帝都の復興、あくまでこれは復旧ではなかったんですね。江戸、明治、それから大正のあたり、細い路地もあれば行き止まりの道もあったということで、避難するには非常に困難な町だったんですね。でそこで復旧してしまってはまた同じような災害があった時に困ってしまう。そこで復興していこうと、それは、幹線道路の整備、あるいは補助線道路の整備といいまして、大小さまざまな生活道路の整備を行いました。続いて、木造であった小学校など鉄筋コンクリート造のですね、堅固な建物にして復興小学校を作ったというのもあったんですね。そしてその小学校の前には小さな公園を作って、小学生だけではなくて地元の方も何かあったら避難できるようにというようなこともあったんです。実は国がやった、復興局がやった事業として、大きな公園3つ作ったんですね。隅田公園、錦糸公園、そして中央区にある浜町公園だったんです。大きな公園を作ることでたくさんの方が避難されても賄えるだけのきちっとした公園を作ろう、そこには噴水も作ったりして水場も設けるというようなこともやったようなんです。さらには向こう側、つまり川を越えて行ったり来たりできるように橋梁、これも木造じゃなくて鋼鉄製でしっかりとした橋梁を作ろうということで、清洲橋とか永代橋とか、それも復興事業で架けられたブリッジだったんです。清洲橋の竣工は昭和3年とのことですが、見るからに頑丈な作りをしていますよね。清洲橋は竣工からわずか20年足らずで東京大空襲を受けます。その際には焼け落ちることはなく、100年近く経った今でも中央区とお隣江東区をしっかりと結んでいるんですよね。当時の復興事業で建設された橋や建物が現存していることを考えると、関東大震災や東京大空襲の経験が私たちの住むこの中央区を頑丈で強固な町へと変貌させる礎となったのかもしれません。これは大正12年11月30日、大正天皇の皇后である貞明皇后が築地本願寺を慰問された時の映像です。これは当時歌人として有名であり福祉活動にも熱心だった京都西本願寺発祖の次女九条武子さんが慰問に訪れた時の映像です。お遊戯のあと京都からの慰問の着物を受け取る子どもたちの表情に震災からの復興の息吹を感じ取ることができます。区内の至る所で開発が進み今もなお発展し続ける中央区、先人たちが災害を経験する中で災害による被害を最小限に食い止めるためには自分の命は自分で守る自助と自分たちの町は自分たちで守る共助の実践が重要と言われています。大きな被害をもたらす恐れのある首都直下地震はいつ発生してもおかしくありません。ご家庭や地域での災害への備えを見直し、災害に強い町づくりに対するご協力をお願いします。今回は今から100年前に撮影された関東大震災の貴重な映像をもとに災害の教訓を見つめ直し日頃の防災について考えてみました。テレビをご覧の皆さんも万が一の災害に備えて地域や家庭に合わせた災害対策を実行していただければと思います。それでは今回はこの辺で失礼します。